どうもロシングルです。ギガウィングやっていきましょう。今回最終回の予定ではあります。いきましょうか。ルビー、このまっすぐ飛ぶ球しか打てない脳筋のね、鍛えていきましょう。ふん、なかなかいい鍛えじゃないか。さすがに金持ちでやることは違うね。え、どういうこと？チビたちのためとはいえ戦闘機、お母さんか、空賊。なるほど、空賊の母親が子供たちのために無茶する話か。ドーラ一家みたいだね。40秒で支度しな。うぎー。はい、今何が起こったかお分かりでしょうか。そう、アケスタはね、巻き戻し機能があるんですよ。で、今回難易度4のまんま、この巻き戻し機能でもう超最高得点狙ってやろうかなって、ノンクレジットでやってやろうかなっていう卑怯なプレイをしようと思います。こんな機能があるならね、全然使いますわ。うん、使った方がカプコンも嬉しいやろ。おん、ってなわけで一切死ぬことなく人々を喜ばせたい。お母さんが死ぬところ子供たちだって見たくないやろ。せやろ。さあどんどん点伸ばしちゃおう。その代わり動きが雑になるかもしれないから、そこだけは本当に勘弁願いたいぜ。それだけは。おーん、うらっ。オッケー、武器はとりあえず最強になりました。とはいえね、どこまで死なずにいけるかっていうのはやっぱ大事なんで、そこはねしっかり、うらっ、技術を磨いていきたいと思います。はい、返して。死なないだと、てめえ。さあどんどん返していこうか。うわ、弾速っ。グイー、貴様がそこに打つのは分かっている。うーぎー、貴様もそこに打つのは分かっている。なんか敵の攻撃が激しい気がするのは、巻き戻すたびにもしかしてあれか、パラドックスが起こってより僕を殺しに来てるとか、そういう感じ。オラオラ、はい、返す。もう一丁おかわりだ、来てみろ。はっは、簡単なお仕事だ。いいね、お母さんが頑張って世界を救うっていうのはなかなか燃える展開ですよね。子供を救う、ひいては世界を救うことになるみたいな、そんな物語好きですよ。ひどいやつらだ、虫けらのように人間を使ったんだ。生かして返さない。かっこいい、惚れそうだぜ。さあまずは一面腕鳴らしだ。てかね、一面の方にガンガン死んでたからね、僕ね。何しとんねんって話だよね。巻き戻し機能があるとやっぱそういうところに甘えちゃうんだろうね、心が。巻き戻しなんてないよーって思いながらプレイしましょう。ないよーって、巻き戻しないよーって。うい、まあまずは余裕、楽勝でしたね。ほらもう250、いやそれどころじゃない、600億点。ね、ノーコンティニューだとこんぐらい稼げるって話ですよ。大量大量、この調子なら苦労することもないね。全然世界を救いたいっていう気持ちがないんだね自分たちが幸せに過ごせりゃそれでいいみたいな。まあまあまあ余裕ですわ。はい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 、じゃん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 、はい、どん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 、じゃんじゃんじゃん、どんどんどん、ダンダダダンダンダン、うい。この列車の得点、ぼーっとしてた、ごめんね。得点のやつがよくわかんねえけど、うぐー、バリアが間に合わないだと。なるだけ後ろの車両を壊していきたい。うえうえ、
おえ。はい、どん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 。うわ、危ね。なんだそのソニックブーム。さすがカプコン製ってわけな。どんどん稼いでこう。大丈夫、当たらない。僕に弾は当たらない。知ってるんだ。なぜ当たらないか、みんなご存知かい。ウィー、もう一丁返して、撃って、ウィー、余裕んね。ウィー、あ、なかなかいい感じですね。ウィー、返していくよ。はい、いい感じ。おら、うらうらうら。はい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 、なかなかいいですね。ノーコンで行くなら、ちなみにボムはかなり少なめに使っていかないと、後半本当に腕だけで乗り切らなきゃいけなくなってくるんでね、そこはかなりきついと思います。気をつけて、気をつけて。点数が伸びてきた。いい感じです。さすがノーコンティニュー、疑似ノーコンティニュープレイ。見とけよこんな野郎。返していく。はいはい、もう破壊後ろ、いい感じ。返してくよ、なめんじゃないよ。うんうん、そこに逃げ場はない。危ない、どんどん破壊してこい。ほい、これ返して、得点も通って、いい感じに敵の攻撃を封じれてる気がする。うえー、カウンターでも食らっとけい。ヒー、ビーム怖いよー、やだよービーム。あのメダリオンどういう仕組みなんだろうね。はい、余裕、はい、余裕。なんだかんだ1回2回ぐらいしか食らってないよね。うん、全然ジャブ2発って感じ。さあ、突破したぞ。3000億点、1兆点が見えてきた。連中と来たら遺跡と見れば利用しなきゃ気が済まないのかね。遺跡のある理由を考えもしないな奴らが人を支配しようなんて笑わせる。ああ、ここは遺跡があるとこなんだね。下のブロック何かなって思ったら遺跡か。じゃあこれがその空に浮かぶ大陸みたいなのの布石か。かつてあった文明の再利用みたいな。この辺のボスから結構厳しいよね。弾が、弾幕が結構、弾幕自体は緩いんだけど、緩いってか、まあかわせるんだけど、弾速がね、弾速が本当に私は嫌なんだよね。速いの好きじゃないんだよ私は。あの機体は対等揃いってのかい。うらっうらっちゃいうらっちゃいうんげっててふんげちゃちゃくらっかわしていく。ハンギャラッチャ、何その弾速、早いよ、早すぎる、うますぎる。なかなか手強いじゃないか。やるじゃん、僕にこんなに巻き戻させるなんて。スタンド能力めっちゃ使ったみたいな気持ちになるね、ザワールド。しかしまあ得点の伸びを見たら、そんなプライドがね傷つくこともないですよ。うん、快楽の方が上ですよやっぱね。得点の伸びを見る心地よさの前では、何度巻き戻したところで僕のプライドは1ミリも傷つかない。あぎー、傷つかない。そう、傷つかないのだ。
ッケー、いい感じ。点数の勲章を拾う前にどんどん敵の弾が来ちゃうから思わず逃げちゃうよね。かわしてくよーだ。かわしてくよーだ。いい。かわしてっちゃうよーだ。はい。この辺もうまいこと使ったら、うー、前座こう相当できたんだろうな。難しいな、弾打つタイミングなんて分かんないからね。打ち出すタイミングなんていつ突っ込んだらいいかなんて怖くて前に出れないよ。それは僕の責任じゃないのではないか。打つタイミングを教えてくれたらええんちゃうんか。こいつのね、弾速が本当に怖い。ミサイルは怖くないが、これがね、早々に弾速やばいよね。しかも時期追いかけてくるからね。はい、破壊。オッケー。壊れないんだなこいつ。やるよね。戻れねえんだが。てめえ、僕を家に帰らせろ。邪魔すんじゃないよ。さあ左右どこへでも避けれるようにしておこう。ういえ、壊れない。タフだね。ぐんぐん、タフだね。もう一度セリフをやり直すっていうね、まるで何もなかったかのような。うわ、これこの速さやばいよね。うら、ひー、にゃーにー、にゃーにー。余裕だな。敵の弾道が見えちゃうからな。やべやべ、こわこわ、うわ怖え。なあ、いや余裕見える。今の僕なら見える。弾が見えてない、見えてない。いい、嘘、よけ、いやー、そこね、やーべ、マジか。あ、すげえ、こいつマジか、ムカついちゃった。ああムカついちゃった。てかやば、え、まさか2周目じゃ、やばい、ちょっと集中して。やばいよ、それは。はあ、やばい、マジで集中しない。うーわ、マジで、やべ、見えてない。だいぶ混乱してます。え、逃がしただと。あらら、ムカつい、いやー、あらら、ムカついちゃった。これで倒すしかないじゃん。ういえ、ふう、なに、なんかあった、よくわかんないけど、残り1秒で倒したのは僕の力だと思うけど、違うのかな。うん、あんまよく、あ、一頂点いかねー、マジか。こりゃ大変だな。機体に空調があるから良かったものの、さすがにあんなところで戦うと気持ちがめいるね。思いっきり飛ばすに限るよ。のんきだね、常にのんき。まあいいや、こののんきのまま行きましょう。うぐ、やっべ、マジで雑になってる。集中します。あの巻き戻し機能で完全に油断しきってるわ。これはほんと良くない、こういうのだけはね。あ、やっべ、バリア出る前に動き始めてる僕がいる。それは良くない、気をつけましょう。さあ来たぞあいつ。何者なんだてめえ。さあ返していこうか、どんどん返していくよ。 OK、 はい、返していくよ。ははーん、雑魚じゃないかあんた。
まあ、ここから本番なんですがね。間に合わねえ。この辺から発動しないと間に合わない。先読みだね、マジで。やっべ。いや、マジか。うわちょっと待って。すげえ。うそー。いやー、勘弁願いて。すごいよ、マジで。なんか巻き戻し地獄に陥ってますね。でも僕はくじけないよ。ああ、やべ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 。やべ。違う違う。こう。そう。そこに入りたい。え、この機能マジで便利じゃない？すごいじゃん。はい。あ、余裕。楽しい。てか、ここの弾幕地獄何気にすごいね。マジで地獄だわ。すごい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 。え、嘘だろ。嘘だろ。落ちろって。ちょっと、この辺から返してこう。あ、いいえ。ああ、つえ。やばいね。ただ巻き戻しのおかげで何も起こっていない。現実世界では何も起こっていない。この素晴らしさが君にわかるかな？僕と握手！わかる君は僕と握手！よし、どんどん行こう！順調順調！一兆点超えるのはもう目に見えたから、あと何兆点まで伸ばせるか、そこだよね。ほんま、それやね。え？どこで死んだ？どこで死んだかすらわからない。いえ、返してゆく。よいよいよ、いい感じ。返してゆく。ひーひー、怖いよ怖いよ。やべ、レーザーが怖すぎる。はい、壊した。こっちも壊した。これ壊したら点が増えんのかな。あー、点数増えるね、これね。壊しとこう。 OK、 もうあとはコースだけ。全然ウィエ、余裕でした。正解はさあ、超えたぞ。1兆点、そして2兆点、2.6 兆点となりました。さあ、あと2ステージ残してるよ。1ステージプラスボス戦だけどね。これは相当伸びるんじゃないか。やったりましょう。オッケーオッケー。ここに出るってのは分かってんだよ。うわっ、やっべ、そこにピンクの一個玉があるなんて思いもしなかったよ。これはこうちょっと待て。うわー、ぶね。うわ、ちょっと待って、どうしよう。これきついな。こうやって返していく以外ないのか。うわ、マジか。すごい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 。完全に出現パターンと弾の性質を覚えないと。これ無理ですぞ、無理ですぞ。いやっは、あー怖い。ピラミッドの上の砲台もマジでえげつないよね。返してくよ。うえ、やべ、そこにはまるのだけは良くない。やっべー、どうしよう。これはこうか。抜ける。いや、絶対抜ける抜ける。そこを抜ける方法が絶対。あへへん、いひー、うぐ、敵の当たり判定に当たっちった。そんなことあんだ、マジか。
分かったぞ、遅らせシールドかなり強い、もしかして弾見て反応みたいな。うがっ、うわ、とっとっとっと、イタチの最後っぺみたいな攻撃だな。うえぇ、負けん、くわっ、えぐ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 、よっ、なに食らった。オッケー、あ、やっぱ遅らせシールド強えわ、遅らせリフレクト。あ、やべ、そこから現れるんかい、遅らせリフレクト強し。オッケー、はいはいはい、だよね、これね、この最後のビューイーンが強いんだ。これがまた返してくよ、うえー、返してゆく、うげえ、くそ、うえ、怖くない、これ自体は怖くない、よし、死んでない、一気も死んでいない、よし、やってやんぜこんな野郎。おいえ、はっは、気持ちいい、行っちゃうよ、カウンターを食らいやがれ、ウィー、やつの思うようには決してさせない、ケイ、さあどんどんやっちゃおう、うらっ、うわ、ちょっ、やべ、あいつを仕留め損ねた、ふっ、ケイケイ、ナイスこれはうまい、これマジでうまい。で返して、おお、いいぞ今のは。弾速さえ遅ければね、弾見ながらそれこそノーコンティニューで本当にいけるんだろうけど、完全にパターンゲーですね、覚えないと。弾の速度が速すぎて勝ち目が薄くなってしまう。これリアルノーコンティニュークリアしてた当時の人たちすごいね、神業だよ、到底人間ができるレベルではない。うい、はい、返す、なるだけ奥返していく、あれ死んでる、死んでる、やべ、そこね、そこで死んだってことね、分かってる、返していく、ふい、返してゆく、すべて返す、お返しだ、あぶね、あぶね、返してくよ、はい、返してくよ、レーザー返せねえのが残念だな、やべ、嘘、なんか立ち止まっちゃったな、はい、あぶね、あぶね、あぶね、あ、当たり判定がある、こいつ本体に当たり判定があるのは厄介ですな。落ちてる、やべそろそろ落とし倒してもいいんじゃないか、残り38秒、いけんのか、果たして、やばいね、遊んでる場合じゃないかもしれん、うえ、あと本体、返していく、いけんのか、いけんのか、落ちねー、マジか、うーわー、あと9秒、やばい、果たして、あぶねー、なんとかしてボスは倒したかったからなあぶねー、あぶねー、ちょっと焦っちゃった、マジでまた逃すと思っちゃった。何がどうなってるの待ってろだったい、かわいいね、ルビーかわいい、これで子供がいるなんて信じられへん。あれ、五頂天もうちょっと伸びるかと思ったけど、まあいいや、ここで最後プラス1頂点ぐらい取ろうか。ここは巻き戻し必須ですね、スタンド能力。
キングクリムゾンをバンバン使っていきましょう。来い、行くぞ。はい、どんどん返していくよ。ほい、あれ、どこ食らった。そっか、うえ、甘えないようにね、ちゃんとシューティングプレイしないと。うわ、それすごいね。時期狙う弾はちょっと待って、やばいやばいやばい、レバー操作、レバー操作すごいピーキー。ここやばいね。ここしっかり返してきます。はい、 OK。 まずは第一段階破壊。ふん、おまけみたいな感じで返すしかないな。敵の弾がそんなに激しくないから今は。でここね、返していくぜ。ふい、 OK。 さあ返していく。ここで返しとくと結構途中から楽になるんだな。ふい、これも返す。あれ、死んでる。なぜ？あ、この弾か。あー、あの巨大な弾に当たっちゃったようですね。これも返しておく。同じ、え、死んでないよね。死んでない。なんか、え、死んだ？ちょっと待って。落ち着け。うーわ。それね、それに当たっちまったってわけね。はい。あ、やべ。もう、こんなんイージーなのに。さあ、これで、ここ破壊しとけば。うーわ、ちっちゃい弾早え。なんでだよ。速度の違う弾がえげつないよ。やべ。もう、撃っとくか、とりあえず。おまけみたいな感じで撃っとくか。うう、当たった、当たったのか。ちょっと待って。いやー、マジ。ほっ。まあ、これを返しといて。うわ、何それ。どう避けたらいいんだ、これ。あったも来た。うら。はい。返すよ。はい、返す。はい、落とした。いや、マジつえ。やべ、そう、うわうわうわ、ちょっと待ってね。うらっ、くっ、うー、やべ、マジか、くっ、うー、ビビんな。返してく。うわ、すごいな、一ターンで倒せねえんだよな。うわ、ちょっと侮っちゃった。ふ、オッケー。ああ、とりあえずテトリスまでは来ました。あれ、発動してなかった。とりあえずこれは前段かましといて。うーわ、リップルレーザーも難しい。くわ、難しいよ。速度の違う弾がね、全く同じ見た目で混ざってるのは極悪すぎる。さすがに極悪の趣味レベルが違うよね。ういえ、やっべやっべやっべっぞ、やっべっぞ。さすがに返してくよ。ええー、こんなもんじゃい。うぎえ、マジか。これ、うわ、発動が間に合わない。よっしゃ、倒した。ノーコンティニューメダリオン破壊です。ミッションクリア。点数は？もちろん。あー、来た！10頂点！
13頂点やったぜ。あれ、はあ、お前が出てくんのさ、しかも石を操ってるみたい。マジか、こいつ黒幕だった。やっぱり怪しいなと思ってたけど、さてそれは語っても千なきこと、あなたに聞いてどうなることでもないでしょう。マジか、こいつ裏ボスか。一切壊せりゃいいんだよ、あたしゃよ。うわー、こりゃすごいね。うお、うわー、ちょっと早すぎてバリアの発動が間に合んねえや。こりゃすごい。そうそう、こんぐらいの速度でいいよ、弾は。本当に本当に本当さ、あたしゃ本当って言ってんだよ。K、 まずは K。 うわー、本気出してきた。すっ、え、マジで、この弾速正気ですか。ああ、で、うわ、でマジかよ。これを返していかなきゃいけない。速い球こそ返していかなきゃいけないんだろう。うわっつね、多分ね。さあ、これを全部カウンターしといて、速いとこ脱出経路を見つけとかないと。うーわ、すごっ。何それ、そのだそこれは避けれる。うわ、初見殺し技だな、マジですごい。うわー、途中でなんか弾がすごい、もう一回破裂してる。マジかよ、このパターンは初めてです。うわー、さすがに緑玉やばいね。うわーん、すごいすごいすごい、通路がどんどん封鎖されていく。うわ、うわ、どうしよう、ちょっと待って。いやー、ゆっくりにして。ふわ、だってこの先逃げ場がねえから。あー、いけた。 OK、 すごい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 、これノーコーンいける人いる？マジで。うぅ、ちょ、マジか。とりあえずこれで適当にやっときますか。のらりくらりしときますか。だよね、マジで。そのレベルなんですよね。うわー、発動が間に合んねん。これで多少落ち着くかなって思ったけど、落ち着かないんだね。すごいわ。くわー、シビアな当たり判定を。これやばい、 XBOX コントローラーの、やばい。うわー、くっ、細かい動きができねえ。本当に普通に15ドットぐらいスポーンって動いちゃうね、ちょっと触っただけで。うわー、もっと手前か。ここで発動しといて、すごい地獄のパターンゲーでした。覚えてられないよ、覚えりぜんだわ、弾の速さがいやー、行きました。16兆3775億、素晴らしい。子供たちの笑いが家いっぱいに溢れている。久しぶりの彼女の帰宅に我先にまとわりついてくる。子供たちは心躍らせ聞く。うわー、かっこいいね。母親が世界を救った。子供たち、ひいては世界を救うっていうのはマジでいい話だな。はい、というわけで今回でギガウィング終了となりました。裏技っていうかね、まあ、あるシステムを使っただけなので文句言われる筋合いなんて、うん、あるはずもないよね。そうでしょ、みんな使うでしょ。楽しかったです、本当にありがとうございました。カプコンさん、こんな素晴らしいシステムをありがとう。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もね、アーケードスタジアム別のゲームでお会いしましょう。アリベデルチ。